中国の今年1月から7月期の輸出入総額は23兆5500億元で、前年同期と比べて0.4%増えました。そのうち輸出額が13兆4700億元、輸入額が10兆800億元となります。二季度以来、我国月度进出口規模、保持在3.4万亿以上。 七月当月，我国进出口三点四六万亿元，处于历史同期的较高水平，与二零一九年同期相比，增长百分之二十五点七，与二零至二二年同期均值相比，高了百分之四点五。整体看，我国外贸进出口运行平稳，符合预期，长期向好的基本面没有改变。 民間企業は国際市場の進出により競争力を高めている一方政府機関も手続きの簡素化や減税などの政策で民間企業を後押ししています。 重点企業の戦略的配置と多様な発展ニーズに最新の注意を払い、企業が影響、e コマースの B2B B 海外走行方式で輸出申告するよう指導し、早速スマート製造業のグローバル化により多くの便利なチャンネルを提供していく今年1月から7月にかけて、中国の対外貿易の構造は持続的に最適化されてきました。 民間企業による輸出入額は12兆4,600億円で前年同期と比べ6.7%増えました。今年以来，民营企业进出口增速高于整体，占比进一步提升，参与外贸的民营企业数量不断增加，前七个月达到47.8万家，同比多了3.6万家。近期， 关于促进民营经济发展壮大的意见发布实施，民营经济高质量发展持续推进，民营企业的国际竞争力将进一步提高。